今回はふるさと納税の返礼品ということで、みかんがね、届きました。こちらのみかんですけれども、泉佐野市のふるさと納税の返礼品となってます。で、泉佐野市なんですけれどもね、いろいろ問題があって、まあ要は稼ぎすぎたということで、国からね、ひどい仕打ちを受けてますけれども、6月からね、6月以降、泉佐野市ふるさと納税の、対象自治体から外れてしまってね、税金還付受けられなくなってしまってるんですけれども、5月31日までは、やってましたので、その時に申し込んだやつですね。そちらで、申し込んだ分が今届いてるっていう感じです。かなりですね、この時に、最後のキャンペーンということでね、もう2020年の3月とか、そうですね、2020年の3月までの返礼品を、まあ、選んで、ふるさと納税やるという感じでやってました。だから私もですね、これから結構ね、12月、1月、2月、3月にかけて、まあ、リンゴですとか、みかんですとか、あとはお肉ですね。ハンバーグとかが、まあ、来年の3月まで、こうね、毎月届くような感じでいろいろ申し込んでいます。で、今回届いたのが、まあ、こちらのみかんということでね。はい。そうですね。で、泉佐野市、佐野直ってね、ふるさと納税の泉佐野市の特設サイトあるんですけど、こちらはね、今も健在でですね、マイページから自分のその申し込んだやつとかね、まだ届いてないやつとか確認できるので、はい。でね、今、裁判とかやってますけれども、ね、また来年くらいから復活することを期待してね、結構やっぱ泉佐野市お得だったので、そうですね、やっぱり利用者からすると、ちょっとやっぱりね、復活してほしいっていう思いもありますけれども、まあ一方でね、賛否両論あるのは確かなのでね。まあ、ただね、使う使わない、やるやらないはね、人それぞれの判断だと思うので、ね、まあこういう制度があるんだったらそれを使いましょうっていう人もいれば、やっぱりね、どうなんだっていう人もいて、まあいろんな人がいるからね、面白いんじゃないか、ないでしょうかっていうことでね。はい。ということで、今回は、泉佐野市からふるさと納税の返礼品のみかんが届きましたということで、動画を撮りました。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。株や不動産、副業、節税といったマルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。